ス8、ブライトネのローン移籍で、サントマの同僚に。特報、バルサがローンで受け取った正式な提案を受け入れる準備ができているため、ブライトのはアンスファゲとの契約が間近に迫ってる。アンスファゲはブライトの目的地、つまりでチェルビが重要な要素として受け入れた。もうすぐ最後のゴーサインが出るだろう。ヘアー、WEGO、ファゲがまさかのブライトンか W、サントポジションめっちゃ被ってるし、いらんなぁ。ツートップの人角とかで出てほしい。これマジで3移籍するんじゃない？スパーズかと思ってたらブライトンか。これ今シーズントップ4狙えるぞ。ファゲは右やったことないから、左 WG。サントポジション争いか。エンシソ怪我してるし、エンシソの役割をファゲにやらせるだけじゃね。バルサの10番から、ブライトンって今までで一番のステップダウンじゃない。WWW 正直、今のファゲより3の方がいい。スパーズならソン、ブライトンなら3っていう、リーグ最高峰 WG とポジション争いするのかわいそう。数年後にはサウジ行きかな。攻撃陣のメンツ見れば、ビッグ6にも劣らない。タレントよく3いるのにって思うけど、素人にはわからない。何かしらの戦略的な補強だろうから楽しみ。ファゲはブライトンで復活できるかな。やっぱり、膝の怪我ってキャリアを壊すんだよな。ポテンシャルはすごいから、ブライトンで輝きを取り戻してほしい。ブライトンだと変なプレッシャーも、バルサの時よりないと思うから伸び伸び、サッカーできるじゃんファゲさんよ。今のブライトン相手も、3の控えだぞ WWW。3からスタメン取れると思えないし、スペ体質だから、3試合ぐらいで手を割りそう。スペースある、プレミアの方がファゲ活躍できそう。ファゲは3にドリブル教えてもらえ、バルサの10番を、バックアップ要員にする3、やばすぎて草3が1ヶ月抜けるから、その時だけファゲちゃん試合、出れるからよかったね。やっぱり最終日、迫る移籍市場は面白すぎる。今のファゲだったら、カスパもいらんだろうな W3 のヘアー、WEGO、来るか。